どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回やるのはこのエンジン太郎メダルの制作となります。まあ暇つぶしというかちょっと興味があったのでやってみたいのでやるっていう感じです。直近では12月3日のイベントで販売する予定ではあります。ただまあ間に合えばですがね、これは何とも言えません。うまくいくかどうかもわからないので、鋳造の試験を兼ねてやってみるという感じですね。では準備をしていきます。はい、まずは、型枠になる部分に中性洗剤塗っておきます。こんな感じで塗りましたと。このゴムを敷き詰めますね。まあとりあえずこれで蓋をしちゃいますね。ゴムに入れたらこれですね。まあバイスで押さえちゃいます。はい、これで OK ですね。40分にしてスタート。正直原型に使ってるのが正式な型取り用のものではないので難しいとは思いますけどね。うまくいっててくれたらラッキーって感じです。はい、ではゴム型のゴム切りですが、正直専門家ではないのでなんとなくやってきます。なんとかなったかな。一回これで注入してみるか。これでうまく注入できたらまあよしとしましょう。このままいきましょう。ダメだったらもう一回ゴム切りからゴム型作ります。はい、インジェクションワックスを湯煎にかけて注入準備していきます。はい、ワックスも溶けたので注入してきます。あとは固まるのをしばらく待って一回外してみますね。はい、こんなもんかな。ほいっと、ほいっとてない。はい、1回目ここまでしか入りませんでした。よし、今度はどうだ。まあぼちぼち入ったか。まあなんとか入ってるね。どうでしょう。意外とうまく入ってるんじゃないかと。よいしょ。あ、入ってにゃーい。入り損ねー。結局先ほどのゴム型はボツにして、あの後2度ほど作って最後のやつがうまくいったので、こちらに注入していきます。勢いよく入れていくか。よし、今度は入ったね。よし、今度は綺麗に入ったね。なんとかどうでしょう。これは綺麗に入ってますね。このクオリティであと20個ほど作りたいですね。はい、このゴム型使ってワックスを注入しました。こっちが成功したものですね。はい、まあとはいっても字が切れてたりかすれて途切れてたりと、まあ完全な成功ではないですが、とりあえずはギリ見れるっていうレベルです。そしてこちらが失敗ですね。もう入りきらなかったり穴が開いたりと、まあ二十数枚の成功のためにこれだけの失敗があります。まあこれにポイポイっと捨ててと。そしたら次にやることですが、この尻尾は必要ないので切りますね。ちょっと8個準備できました。で、先ほど CNC で削ったやつですが、ロストワックスの部分とこのスタイロの部分を両方作ります。本当は全部ワックスでやれるといいのかもしれないんですが、スタイロに比べるとワックスの方が質量が大きいので、まあうまくいかないんじゃないか。少しでも成功率を上げようとしています。ワックスを減らせば成功率が上がるんではないかと思います。まあ実際どうなのかは分かんないですね。こればっかは上がってくれればいいんですけどね、成功率が。で、最後に延長湯道をつけて、まずは漆喰塗りとを塗ったら、こっちに用意した砂を振りかけると。今回は漆喰の上に傾斜をまぶして、なるべく漆喰の層を強化するという方向でやっています。これでツリーできましたね。合計8個同時に鋳造できるはずです。まあこれにあと2層目の漆喰を塗って、2層目は、掛け流しで塗っていきます。特に重要なのはこの表面ですね。表面がきれいにできればいいので、まあそれを望んで砂まいてみたんですが、どうでしょうね。難しいかな。よいしょ。はい。2層目の漆喰コーティング終わったら乾燥させて鋳造の準備完了となります。はい、鋳造した結果ですが、まあなかなか難しいですね、これだけ細かいものは。でも意外と入ってる部分もあるので、今後のやり方次第でしょうね。これが原型になるんですが、やっぱこの辺がいまいち入らないですね。文字も潰れてるのが多いです。きちんと入りきらないというか、まあこの辺はまだ研究の余地ありですね。次回、次の鋳造はパターンを変えて湯道の形状をちょっと変えてみます。こういうちょっと押し湯を少なくしたバージョン、押し湯の量をそれなりに増やしたバージョン、どちらも湯道の位置をオフセットさせました。中心になるのはあんまり良くなさそうなので、それと今回期待の新人はこいつですね。湯道を四方に分けて、四方から分散して入れるという方法でやってみます。いろいろ試してみたいですね。調整工程を伴わないロストワックス鋳造なので、なかなか思うようにいかないですね。当然埋没材に入れて調整してしまえば確実に行くんですが、まあもっとお手軽にやりたいということで、この方式に今やってます。まあ実験を兼ねていろいろやっているので、こんな感じですね。まあこれでまたしっくり塗って砂まぶして、とりあえずは鋳造準備していきます。全部砂まぶし終わりました。これで乾燥を待ちます。いまいち入りきらんかったかな。まあ一応はこれでやってみましたが、この4方に分けた湯道はダメですね。全部ことごとく失敗してます。まあこれが一番マシですが、基本的にどこ4つあったんですが、4つとも似たような失敗ですね。それに比べて湯道の位置を上にずらしたもの、オフセットしたものは意外と綺麗にいってます。完全ではないですが、まあ許容範囲といったところですかね。なのでこの結果から湯道は太いものを1本なるべく上側にオフセットすると効果が高いのかもしれないですね。当初の予定はキーホルダーで作ってましたが、金具の部分がうまく鋳造できないのでマグネットとして製作していきます。あとは磁石が入る穴を開けていきます。はい、磁石を埋め込む穴完成しました。両方とも問題なくできてると思います。よし、あとは接着ですね。エポキシで接着してしまいます、磁石を。それで一通り終わりです。はい、4個だけですが、とりあえずエンジン太郎マグネット完成しました。どうでしょう、いい感じじゃないかな。まあ、今回いろいろ鋳造の研究をやれてよかったと思います。時間を見つけていろんな鋳造をやってみたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。